うわ、すごいな、これ、高級感。こんな感じなんだ。めっちゃかっこいいじゃん。どうも皆様こんばんは。アップルウォッチ金曜日についに予約開始ですね。セゴリタ3世でございます。ということで、僕も久しぶりにシリーズ6買いましたけれども、すごく便利で、やっぱり買ってよかったなっていうふうに思ってるんですけれども、どうしてもね、やっぱ気になるなっていう思ってるところが1点ありまして、それ何かっていうと、安っぽく見えるんですよ。動画でもね、散々言ってますけれども、いろんなバンドをね、変えたとしてもですね、やっぱどうしてもこう安っぽいなと、どこかおもちゃっぽいなというふうに感じてしまうっていうのが、まあ欠点かなっていうふうに思っていたんですけれども、そのアプローチの欠点を解消できるものを今回ご紹介したいと思います。それはこちらです。ゴールデンコンセプトのアップルウォッチケース SP44 です。ゴールデンコンセプトはですね、iPhone ケースとかアップルウォッチとかもそうですけれども、非常にですね、イケてる商品が多いというものでございます。エルメスとかもありますけれども、そちらとは比較にならないぐらいお値段もですね、張るというものですけれども、今映っているアップルウォッチが一体どれくらいイケてるものになるのか、どうしても気になったので今回手に入れてみました。さあ、これが一体どれくらいかっこよくなるのか、これから皆様と一緒に確認していきたいと思います。というわけで、行ってきましょう。はい、というわけでこちらがですね、ゴールデンコンセプトのアップルウォッチケース SP44 でございます。開けていきましょう。たーらーん。おー、ちょっと僕なんかいろいろ入ってるぞ。お買い上げいただき誠にありがとうございますっていうことで、わかりやすく説明書かれています。あ、一番後ろ。SP44 ブラック999のうちの750番。おー、すげえ、しっかり書かれてるぞ。おー、半端ねえ。いいね、めちゃくちゃテンション上がるわ。で、このフォワフォワの中に入って、ていて取り出すとダララちょっと待って、うわ、すごいな、これ高級感。こんな感じなんだ。マークのところとかもですね、上にペタッと貼っ付けられてるんですけど、もうケース自体が高級感が半端ないです。すげえすごいじゃんこれ。このケースだけでもね、十分使えますよね。ほんじゃ開けていくと、こんな感じだ。めっちゃかっこいいじゃん。内側にゴールデンコンセプトのマーク、そしてこれが本体でございます。うわ、すごいね。上取り外すと、おー、マイナスの精密ドライバーとネジ、あとですね、ゴム的なものも入ってました。こういう風にやってくださいね的なものがですね、今度は英語で、しかも金色の文字、すごい高級感あります。いやー、たまんねーな。こちらが SP44 です。わ、すごいすごいぞ。これは確かに高級感はあるね。この辺もゴールデンコンセプトのマーク入ってたりとか、アップルウォッチにこのまま届くというような形になっているみたいですね。すごいな。もう全然違う。やっぱ真っ黒にしてよかったわ。ゴールドとかもあったんだけれども、渋いね、真っ黒が一番かっこいいかなと思ってこちらにしましたよ。で、後ろ側はゴールデンコンセプトとかですね。わし、番号も入ってる。わー、テンション上がる。なんなのこれ。すごいな。めちゃくちゃかっこいいじゃん。で、スウェーデンっていう風に入っています。で、外見もしっかりね、頑丈な作りになっているし、わー、いいじゃんいいじゃん、かっこええわ。普通のアップルウォッチのですね、バンドと比べるともう一目瞭然ですね。もう全然違いますよ。やっぱりどこかね、おもちゃっぽさがあったと思うんですけれども、まあ、こっちに切り替わるとね、男っぽくてかっこいいっすよね。じゃあ早速ですけれども、こっちにね、組み替えていきましょうか。まずはこの後ろのネジを4箇所開けるらしい。ほいほいほいと。次はこのラバープロテクトって言われるものを装着するらしい。いよいしょっと。はいはい、こんな感じでいいみたいだね。で、アップルウォッチの電源を1回切るらしいよと。で、今度はこれをケースに入れる。はい、こんな感じでケースに入れました。ケースに入れてね、ここのところ回すとちゃんと回ってるね、これ。すごいよくできてるな。ネジを締めていく。確かにね、このネジちっちゃいからね、なくしちゃいそうだね。予備があってよかったわ。さっきも落としたしな。じゃあこの状態でまた電源を入れる。ポチッとな。はい、こんな感じになりました。装着するとこんな感じに見えますよ。いいねなんかすごいかっこいいぞ。中の機能性的なものはですね、全く、まあ、変わってないです。当たり前ですけどね、アップルウォッチなんで。だけど、外見とかはですね、このようにしっかり高級感が出るようになったんで、近くで見るとアップルウォッチなんだけど、遠目で見る限りは、アップルウォッチとは感じないっすよね。すげえかっこいい、これ。しっかり周りもね、プロテクトされてるし、このようにポチポチ押してもですね、全く問題なく動きます。このようにくるくるくるっと回してもですね、操作自体はですね、もう全く変わりないっすよ。すげえ便利じゃん、これ。かっこいいわ。アップルウォッチのね、今までなかったかっこよさっていうものはこれでプラスされましたよね。今日の天気は？今は晴れていて気温は
24度です。ということでですね、こんな風にちゃんと声も入ります。この辺はねしっかり空いているので、通話とかそういったことはもう全く問題なくできそうですよ。こういった細かい部分もゴールデンコンセプトのマークがねしっかり入っていますし、いいね、素晴らしい。もう文句なしです。これぐらいね普通の純正でも高級感出してほしいなっていうところであるけれども、でも大満足。こんな感じでね使っていきたいと思います。はい、というわけで今回はゴールデンコンセプト SP44 をですねケース変えてみたという動画でございました。いかがでしょうか。こんな感じでパッと遠目で見る限りはですね、非常に真っ黒はかっこいいんじゃないかなっていうふうに思います。他にもねゴールドとかシルバーとかすごいいろいろあるんだけれども、元ゴリラのね僕が金とか持ってるのはちょっとあれかなと思って、僕はやっぱね音楽好きだし、やっぱロックも好きだからね黒かなと思ってバキッと黒にしましたけれども、非常にかっこいいですよ。少なくとも付属のねこちらのバンドよりはですねしっかり厚みも出ましたし高級感も出ましたし非常にかっこいいと思います。ゴールデンコンセプトはね某大物 YouTuber の方とかもね使ってますけれども、めちゃくちゃエレガントですよ。みんなが持ってる Apple Watch と同じものじゃやだっていう、純正のケースとかのものではなくってもうちょっといいものをですね見栄え良くしたいなっていう方にはですねすごいぴったりだと思います。もちろんプレゼントとかねそういったものでも非常に喜ばれるかなというふうには思うんですけれども、機能的にもね、まあ、特に何も変わることはないわけだし、パッと見る限りはねすごい高い時計をしてるんじゃないかなっていう風にね見せることもできる。他にもね iPhone ケースとか、あとはカスタマイズ、携帯をカスタマイズするとかですね、財布とかバッグとか、まあそういったものもあるみたいなんですけれども、個人的にはねやっぱり iPhone ケースが一番いいかなと。毎日使うものだし、時計ってね結構見られるところなんで、バキッとしっかりしてるなっていうものを見せられるっていうのは非常に嬉しいかなと思います。そうね、まあ残念なところまああえて言うと値段ですよ。エルメスとかとは比にならないぐらい値が張るんで、そこどう思うかっていうところにはなるかなと思いますけれども、でも価格に見合ったものにはなるかなっていうふうには思います。時計はもともとやっぱ高級感があるものですから、ロレックスとかオメガとか、まあもっともっと値が張るものもありますけれども、そういった高級時計にはない機能性っていうものがやっぱアップルウォッチにはありますから、その機能性もしっかり使いつつ高級感っていうものを感じさせてくれるっていう点においてはですね、僕は大満足です。こういったケースもついてくるのも非常にテンション上がりますし、これに会社のハンコとか入れようかなそういう小物入れとしてもねしっかり活用していきたいなっていう風に思ってます。ただね僕が手に入れたのは SP44 のシリーズ6なんで、シリーズ7はねまた新しく出ると思いますから、シリーズ7が出るっていうことはシリーズ6がね値が下がるっていう可能性がありますから、シリーズ7もねマイナーチェンジに近いところがあるんで、あえてねシリーズ6を狙ってこういったケースをね使って外見を変えていくっていうのも非常に楽しいんじゃないかなっていう風に思います。気になる方は僕の動画説明欄にリンクがあるので、ぜひそちらから飛んで買ってみてください。それと僕の動画コミュニティ欄から随時お得な情報を発信しています。チャンネル登録していただきますとコミュニティ欄見られるようになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram、楽天ルームのフォローもお待ちしてますよ。それとこの動画が面白いと思った方、高評価ぜひ皆さんのご意見も一緒に書いて教えてくださいね。つなげてまた明日、じゃあ。